Hello. 皆さん、髪ボソついてんじゃん、ちょっと。あのね、今日セフォラから買ったやつが届いたの。スポンサーとか全然ないからね。そう、買ったのよ。で、一緒にこう何開けて、こう一緒に開けて楽しもうみたいな感じのやつやるよ。こうやってペッパー入ってんじゃん。まあ、パッケージはいつもいい感じですね。うん、なんかこうなんでこんな風に入れたのとか、そういう風に感じたことはないです。で、これが詳細でしょ。 あんまり買ってないの、私今回ね。てか全然買ってないの。うんとね、モイスチライザーが切れてたから、モイスチライザー買ったじゃん。で、あとあのタルトのあのリップスティック鬼使いしすぎて、で多分見てる人もつまんないかな、いつも同じリップスティック使ってるじゃん、私ヌードカラーの。あれ長い間の大ヒットっていうの、長い間の大ヒット、なんか全然こう気に入るヌードが見つからなかったの。ヌードカラーが全然見つからなくって、でやっと見つけたっていうのが、あのタルトのカラーがローキーってやつなのね。もうあれ、そう、あれが大好きで、もう何回も買い足してるんだけど、あれが私の中のお気に入りのヌードカラーなので。でもちょっと、もうちょびっとあれよりか、もうちょびっとだけ濃いヌードカラーのリップ欲しい、リップスティック欲しいなと思って、でそれをスマッシュボックスで買ったんだよ。それだから、モイスチャライザーとリップスティックを買ったので、今年誕生日付きだから、その誕生日プレゼントが入ってるみたいな感じなのね。だから全然量は少ないんですよ。見栄えがない、ごめんね。 Alright、 これがまず私が買ったモイスチャライザーです。ね、名前が超可愛いわけ。グローレシピっていう会社ブランドなのね。グローレシピ覚えやすいじゃん。で、名前、このモイスチャライザーの名前が、名前も超可愛いわけ。ウォーターメロン、ウォーターメロングローだって。ピンクジュースモイスチャライザー。可愛くない？パッケージも。でね、私が一番初めにモイスチャライザーを買うってなった時に、まあ、セフォラウェブサイト行くじゃん。で、何をまず基本にモイスチャライザーを選ぶか。私、32歳です。今年32歳で、私の気になるところといえば、昔あったニキビを潰したことニキビ跡が気になるじゃん。だから、まあ、私の年齢と30代前半っていうのと、あとニキビ跡が気になる、赤みじゃないんだけど、ちょっとこうへこみ、そのニキビのへこみっていうの、陥没っていうの、なんかそれが気になるじゃん。で、あとこのさ、眉間のシワが気になるのよ。眉間のシワが気になる。そんぐらいかな。で、あとね、30代になってからボーンってヒットしたんだけど、あのね、こことここ、この一番高いチークの場所あるじゃん、こことここに一個ずつ小さいシミがあるわけ。あれはそばかすじゃなくてシミなの。すごい小さいんだけど、だからあのお化粧すると全然わからないんだけど、これがこうだんだん大きくなってったりとか増えてったりとかしたら嫌じゃない。だから今のうちにテイケアをしてあげたいわけですよ。だからそれが私のコンサーンなのね。で、セフォラのウェブサイトに行くと、そのほら、選び方によってさ、どういう風に選ぶかっていうので、例えばこう年齢、何ブランドから選ぶ人もいれば、私はコンサーンの方から選ぶのね。で、まずコンサーンのところに行って、悩み事みたいな。で、30代ピッみたいな。で、あと例えば、アンチエイリング、あの老化防止、老化防止めっちゃフォーカスしてる。30代めっちゃフォーカスしてる。老化防止はいつ、早めに始めて悪いことはないですからね。で、老化防止のアンチエイリングところのチェックするでしょ、チェックみたいな。で、ちゃんと保湿してくれる、ものすごく、はい、あのものすごく保湿してくれるっていうところをチェックするじゃん。で、あとそのなんつうの、ニキビ跡が気になるとか、あのラインファインラインとか、まあ、そういうところをチェックしてって、で、そうするとさ、その
自分のコンセーンに合ったあの商品がまあこうやって選ばれてくるわけよ。でその中から選ぶわけです。もうね流行ってるブランドとかもうそういうんじゃなくって、自分のコンセーンに合ったやつを選ぶ。じゃないと自分の悩みにプシッってこう直撃してくれないからね。そう、みんなが使ってるからとか、この人がいいって言ったからとかじゃなくって、もう自分のスキンは自分のものだから、自分の悩みに合ったものをあの購入して試さないとダメです。で自分あの私今これ見せてるじゃん。これは私の今のこの悩みみんなにシェアしたでしょ。でシェアしたじゃん。でそれに多分合うんじゃないかなっていうので、まあ、これから試してみるから、まああの皆さんとそれもシェアしていきますね。どういう風に感じるか。で私がそれにプラス、そのこうやってな選んでった中で、それにプラス一番最後にチェックするのが動物実験をしてるかしてないかなのね。で結構さ、例えばクリニックとか、どのブランドが上がってきたかな、どのブランドが上がってきたかな、クリニックとか、なんかまあ大きいさ、日本で言うとそういうデパートに入ってるようなブランドたちあるじゃない。ああいう会社は大体中国で作ってたりとかするから、あれしてるんだよ、動物実験してるのね。で動物実験してない会社って言って見ていくと、まあ、こういう感じの新しい会社が結構その動物実験してないとか、あとビーガンだとか、なんかそういうのがいろいろ入ってくるんだけど、まあ、それでこの会社を選びました。ちょっと開けてみようか。すっごい可愛いから、パッケージがこのなんだっけ、あー可愛い、見える。てかさ、私にフォーカスしなくていいんだよ、商品にフォーカスしてくれるな本当に。見て、こういう風になってる。かわいい、かわいい、見て、スイカ、ウォーターメロンの、かわいいね、かわいいね。これがその商品だよ。かわいくない？てかさ、思ったより小さいじゃん思ったより小さいじゃん。なんだよ、大きいサイズは何なんだけどな。この 60ml のやつなわけ。ミリリットル 60ml のやつなわけよ。でこれより小さいサイズがあったと思ったんだよね。これとあと小さいサイズがあって、こっちを選んだんだけど、あんま大きくないね。それともう一個このモイスチュライザー選んだ理由がジェルなのね。で私結構こうモテっとした感じのクリームタイプのモイスチュライザーも好きなんだけど、こういうジェルタイプのも好きなわけで、ジェルタイプって基本オイリースキンの人におすすめなのね。これさ、重たいもうクリームみたいな感じのをっていう感じなのをそのオイリースキンにのせるってさ、まあ、要は油が自分の肌でこう作るのにプラス、そのモイスチュライザーも油がいっぱい入ってるって感じじゃん。でグワッとファンお化粧に出てきちゃうわけよ。それをブロックするためにはこういうジェルタイプのがおすすめなんですね。なんだけど私は冬場なんだかんだまあまあ乾燥、まあ、するっちゃするよね。超ドライっていうわけでもないけど、ジェルタイプ好きなの子あーって感じだって好きだからちょっとこれを試してみたくって、でこれ買ったの。 OK？ かわいい。今スピンだからね私。あーいい匂いする。まあさ、正直さ匂いはどうでもいいんだよ私。あんまり気にしないわけ、そういうスキンケアとかのは。あーいいじゃん。あんまなんか入ってってる感じ、もうなんかちょっと、うん、こんぐらいがいいんだよ私は。お化粧するときとかは、お化粧する前とか、なんかさ、モイスチュライザーでも保湿力がすごい高くていいのあるけどさ、いつまでもこう肌にジトジトしてるやつあるじゃん。あれファンデーションのせるとなんか嫌な時ありません？わかります？なんかたまにあるじゃん、ああいうの嫌だよね。やっぱり時期によってファンデーションも本当に使い分けないと、まあ、ファンデーションじゃないや、時期によってモイスチュライザーも使い分けないとダメだね。でこれがスマッシュボックスのリップだよ。
リップスティックっていうよりか、あの何、リップクリーム、リクイッドリップスティックってやつ。 KKK で、カラーはね、ゴッドライトだって。 Always on liquid lipstick。 この商品の名前がスマッシュボックスの Always on liquid lipstick で、スマッシュボックスはね、ちょっとトリッキーなんだけど、もの商品によっては、あの動物実験してるのとしてないのがあるわけ。なんか微妙でしょ、わかる、商品によってしてない。だから例えばファンデーションは動物実験してるけど、私が買ったこれは動物実験してないとか、そういうのがあるわけ。だからちょっとそこがね、あの人によってはラインでさ、こう、あでもそれだったらそのブランド買いたくないなとかあるかもしれないけど、このね色すごい試してみたかったの私。だから、まあ、この商品は動物実験してないっていうので OK っていう感じで、まあ買ったわけですわ。で、まあじゃあちょっとスウォッチしてみる。これもうさ、さっきここにモイスチャイザー載せたじゃん。もうなんかこう、あの乾いてんだけどしとっとしてる、なんかこうじゅわみたいな感じじゃないわけじゅわっていう感じじゃないわけ、なんかしとっとしてる感じ。こういう感じがいいよね、お化粧する前は。本当に、あー見てこれ超かわいいんだけど。あ、かわいいじゃん。ちょっと私が持っているローキーよりちょっと気持ち濃いね。かわいくね、かわいいよね、かわいいよね、かわいいと思う人、かわいいよね。もうちょっと濃いわけ。あーいいじゃん。しかもさ、ちょっとシャイニーだよ、シャイニー光ってる、かわいい。これいいね、冬のヌード。これからね、あったか、あ、これから寒くなっていくから、これはすごいいい、あの大活躍しそうです。あ、これだけなんだ買ったのはで、あとはあれよ、これが誕生日プレゼントでいただきました、アーバンディケイのやつ、のアーバンディケイのセットをもらいました。これ選べて、何と何だったかな、なんかのブランドがアーバンディケイだったので、なんかのブランドはスキンケアだったと思うんだけど、あ、まあ、アーバンディケイはそれこそ動物実験してないブランドなのね。そうだから、だし、お化粧品だったからこっちにしたの。2個入ってましたよ、見て。あ、かわいい、かわいい。アイシャドウ、スターライトって書いてあるアイシャドウだって。うふう、あ、かわいいんだけど。ピンクイッシュなグリッターの入ったアイシャドウです。あとこれは、お、ずっと気になってたメイクアップのセッティングスプレー。 Yes セッティングスプレー何でも使えるからね。フォーカス、カモン、 Yes、ロングラスティングだって。これ使いたかったからよかった。そう、今日手に入ったのはこの子たちです。このね、リクイッドリップスティックは今、あ、なんか今マットになってこう乾いた感じ。あ、トランスファーしないね、映らない。あ、ちょっとまあ、こするとすごい、まあ何、指につくけど、でもそんなにこう、なんていうのかな、激しく何映らないね。いいじゃん、超楽しみ、イエーイ、やったー。これでまた遊べるじゃん。私近々 NYX の絞りメイクやろうと思うんだけど、どう思います？ NYX 理由はね、ほら、日本にさ上陸したじゃん、 NYX がね。で、ここに売られてる商品と、 NYX っていう人もいるし NYX っていう人もいるんだけど、私昔から NYX って呼んでんだけどさ、日本はなんて呼んでんの、みんな。で、日本に上陸したじゃん。で、知ってるんだけどまだやっぱりこっちに売られてる商品の方が量が多いみたいで、
全部が全部日本に行ってるわけじゃないのね。でその中でも日本のウェブサイトをチェックして、日本でも購入が可能な商品を使えたら皆さんのためになるじゃない。だからそうしようかなと思ってるので、近々太田に行って NYX 買ってこようかなって思います。フルメイクでやろうかなって思ってます。あのね、なんでターゲットじゃなくて太田に NYX を買いに行くかっていうと、聞いてください。あのね、もしアメリカに旅行に行って NYX 買いたいっていう人とかはよく聞いてね。うんと、ターゲットもしかしたらやってるかもしれないけど、太田の方が絶対に必ずなんだけどね。だいたい太田に行くと NYX の商品、例えばこれを2本買うともう1個目が無料とか、これを1個買うと2個目がただだ、あ、半額だよとか、なんかそういうあのセールいつもやってるのよ。だから、そういった意味で NYX 買うなら太田かなって感じ。だから太田行ってこようかなと思います。はい、ではお付き合いありがとうございました。ではごきげんよう。うちのアパートね、うちのアパートね、月に10ドルだったかな払ってるんだけど、あのね、トラッシュフェイリーっていうのが来るわけで、トラッシュフェイリーが何かっていうとトゥーフェイリーって知ってる？子供がさ、歯が抜けるじゃん。で、乳歯が抜けた時に、枕のさ、下に夜寝る時に、その歯をね、入れるわけ。で、そうすると、夜中に、そのトゥーフフェリーっていうのが来て、妖精が来て、その歯を持っていくわけ。で、その歯を持っていく代わりに、お金をこう置いていくわけよ。で、なんかその後のストーリーはあんまり詳しくないんだけど、多分なんかその歯を集めてるところがあってみたいな、まあそういう感じのファンシーなストーリーがあるわけ。まあそういうトゥーフフェリーっていうのがあるのね、アメリカだと。で、それのトラッシュフェリーっていうのがうちに来るんだけど、週に、そうだ、日曜から木曜日まで毎日来るのね。何かっていうと、ゴミあるじゃん、家のゴミをドアの目の前に置いておくと拾いに来てくれるわけだから、まあ、ゴミが出ても自分たちがゴミ捨て場まで歩いて持ってかなくてもいいみたいなシステムなのね。で、別に私たちがやりたくって、やったんじゃなくて、もう自動的にもうチャージされてるっていうか、だからまあそれだったらね、捨ててもらいましょうっていう感じでまあゴミ置いてるんだけど、なんかね、そのシステムを聞いた時に、アメリカって誰もが何、お金を稼げる国なんだって思ったの。そうじゃない？ねえ、だってさ、それでさ、うちのアパート、どのぐらいのお部屋があるんだろう。で、そのさ、一個一個のお部屋がゴミ出してさ、でそれを拾う人がいるわけじゃん。ただゴミを拾うだけね。でそれをゴミ捨て場に持っていくっていうお仕事なわけよ。で、すごくない？それでさ、お金をちゃんとさ発生してるわけじゃん。でそれでさ、お金が発生しててさ、それをキャリアとしてやってる人がまあいるわけじゃん。あのね、拾いに来るところを初め見れなかったので、絶対誰がやってるんだろう、超見たいと思って。だって気づくとゴミなくなってるから超見たいと思って、で夜家族で外をね、散歩に行った時に見たんだよね。多分普通に20代とかそんぐらいのお兄ちゃんとかがトゥーフフェイリーっていう服を着てゴミ拾ってたんだけどさ。そうそうそう。でね、その話でちょっと広がると、ね、面白いんだけどね、私がここに引っ越してきてからよく行く、日本の食料品のお店があるわけ。
日本のものが置いてあるお店で、食料品だけじゃなくってちょっと雑貨とかも置いててさ、あの食器とかも置いてて、まあ、ものすごい小さいお店なんだけど、東京マーケットっていう名前だったかな。そこ行ったじゃん。したらもう置いてあるのが全部日本のものだけなの。ちょっと韓国系のあの何雑貨とかあるけど、でも商品は全部日本のものなのね。だからそう、それで超びっくりしたんだけど、お酒とかもさ、もちろん日本のやつが置いてて、でそこでまあ納豆買ってるんだけど、まあ、そこにまあ頻繁に私は行くわけですよ。なんだけどね、そこのオーナーさんが韓国人の人なんだけど、何ディスってるとかそういうのなしにね、彼ね、こう私行く時とかさ、たまに電話するわけ。今日空いてるとか、その日休み、あれだったんだよ、祝日だったから、今日空いてますかとか言って電話した時とかも、もう私英語で喋るじゃんか、今日空いてますかって。だけど彼はさ、もう英語がものすごく片言なわけ。わかりますか、すごい片言なの。なんだけどちゃんとお店を設けてアメリカでビジネスしてるのね。だから私が言いたいのは、要はさ、英語がものすごい片言、ハロー、ハワイユー、や、や、イエースみたいな感じなわけ。なんだけど、それでビジネスが成り立つのよ、アメリカって。すごいよね。それだからさ、アメリカンドリームって言われてるぐらいだと思うんだけど、まあそういったところはものすごくアメリカは、なんていうのかな、私みたいにこう移住してきてる人とかに対しては、ビジネスはしやすい。だけど、なんでそういう人たちがビジネスに、最終的にビジネスを開くかってなると、結局ほら、言葉の壁でさ、その普通の会社に仕事に入るの難しい、気とか難しいっていうの。だから結局自分でビジネスしちゃった方がお金にもなるし、手っ取り早いじゃんね。その学校に一から行き始めて英語を学んでダラダラって言っちゃうと、もう簡単に10年とか経つから、そのステップはもう破棄して、なんかもう出しちゃえみたいな、ビジネスやっちゃえみたいな感じでやっちゃってて、それで全然うまくいってる人がいっぱいいるのね。だからそういうのを見ると、なんかなんていうのかな、まあ面白いよね、アメリカにいるといろんな人がいるから。日本人の人でも、もうそれは何、ビジネス日本人の人で何お店をバーってやってる人はあんま見たことない。結構韓国人とか中国人の人が、アジア系の人だとね、でこっちに住んでる人だと韓国系とか中国系の人がやっぱりレストランやってたりとかお店開いてる人が多いし、まあそういう、そういう人が多いね。なんだけど日本人の人はやっぱりこう会社に勤めてる人とかこっちにいても多いけどさ、やっぱり日本人の人はこうステップを踏んでみたいなあるじゃん。なんかもう私もそうだけど、学校にまず行って一から学んでみたいな、でその例えばもしビジネスやりたいんだったらまずお金を貯めて働いてみたいなさ、あとその経験を積んでみたいな、なんかそういうのが、なんか私たちはそういう考え方じゃん。だけど私がそういう考え方でここにいると、結構なんていうのかな、そういう人とかと知り合って、なんか結構自分のマインドがボフっていう感じ、なんかあこういうのもありなんだみたいな、こういう人もいるんだみたいな、それで全然やっていけてるし全然成功してるしすごいじゃんみたいな人がすっごいいっぱいいるわけ。だからまあちょっとオーダー取るのとか大変だと思うんだけど、それで全然成り立っちゃってるからね。そういう国なんだよねっていうね、っていう感じですよ。てかどうでもいい、超どうでもいい話でしょ、なんか超どうでもいい話でしょ、ごめんなさいね。そういうのをね、ちょっとちょこちょこって、トゥーフフェリー、トラッシュフェリーからそういう話になっちゃってごめんね。そういうの最近ちょこちょこって思ったのよ。なんでこんなベラベラ喋るかっていうと、今キャメロンがジムナスティックに行ってましてですね、うちの旦那が娘も連れてジムナスティックに行ってるので、なんとエリソンが昼寝をしている。で私はディナーを作り終えた。でちょっと時間がある、よしビデオ撮ろうみたいなでもこういうこと喋ってんの。でこれからまだ帰ってこないよね、あと30分ぐらい経ったら帰ってくるから、ちょっとビデオエディットします。今日
今日作った夜ご飯はね、普通にグラタンを作りました。普通のグラタンよ。どってことないグラタンよ。どってことないグラタン。エビと芋とほうれん草と玉ねぎとマカロニが入った、なんだっけ、グラタンよ。グラタンよ。そうそうそう。で、このホワイトソースは絶対作るもんね。私毎回ホワイトソースは作るもんね。しかもうちは牛乳じゃなくてアーモンドミルクしか買わないので、アーモンドミルクがソイだから、それで作るもんね。アーモンドミルクのホワイトソースもうちの家族はすごい慣れちゃったから、もうそれでホワイトソースはそれです。美味しい、超美味しいよ。